はいどうも、ジャンダルクです。というわけで、今回手塚おばいさんの3周年記念に来ましたゲストです。はい、おめでとうございます。カレタコエさん、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、今カメラマンにね、ちょっとカレタコエさんをね、豪華ですけど、はい、使わせていただいて、はい、いい見てください、こちら。去年なかったよね、カレさん。なかったですね。去年も一応カレタさんとゲスト来たんだけど、なかったんだよ。だから今年もないかなーと思って、動画撮る準備してなかったら、ありますよって言われて、マジか、聞くしかないで、ちょっと私事なんですけど、実家帰ってたんですよ、今年。珍しく。2年ぶり兵庫の方にね、帰ってたんですけど、兄貴にね、バイク代40万貸してたんですよ。帰ってきました。ということで、入ってます。40万はさすが入ってないですけど、10万は入ってます。勝負、僕のこの兄貴からもらった金、貸してた金 VS ここのくじ勝負で、狙いは M4 の次世代。僕今スカーしか持ってないんで、次世代で、スカーもバチバチ改造しちゃって原型ないんで、やっぱ普通の次世代欲しいなっていうと、どうしようかな。ちょっと保険作っとかないと特徴出なかった時ときついからな。あ、一応ラインナップこんな形です。はい、カメラマンさん、カレタコイさん、いいっすね。次世代 ARP の556、あの ARP9 っていうのがあるんですけど、それの556段バージョンですかね。そうですね。で AKS47、 AKS は AK いっぱいあるからいいかな。 AK タイプは、はい、がこれが特徴で、 A 賞、はい、どれがいいかな。ショットがいいな。 M870 いいよね。 M45 もいい、これね、いい。で、こっちが B 賞、はい、普通にこれ欲しいな、持ってないこれ、ね、ああ、取れるんですか。投げるああ、いいですね。いいし、まあこの辺のね、やつもやっぱ安定ながら、いやけど持ってるのばっかだな、これスコーピオンだけ持ってないから。ちょスコーピオンはいいですね。え、じゃあカルタさん的にどれがいい。このどれか当たったら俺やめる。これ出るまでやめない。やめない。君が泣くまでやめない状態する。シーマルこれ何ですかね、これね。シーマルこれ何すか。あ、AK。AK か。え、カルタさん的にどれがいい？私は、どうかな。でも AKS は、ちょっと。AKS 欲しい。欲しいですね。逆に。そうですね。はい。こっちが D 賞ですね。そう、D 賞です。で、C 賞がガスとか弾がもらえるっていう。で、2000円。で、カルタさん、今回ね、僕強い助っ人がいるんですよ。はいはい。今までね、僕こういう系のくじ系をやってきて、マックス4万か5万は出しました。はい。スケート大事に使ってます、それ。で、けどやっぱ出したいじゃないですか。そこで強力な助っ人を呼んだんですよ。はい。来た。ガチモンス、アプリとかで、なんか占いアプリとかあるらしいんですけど、そこで占いをやってる方、ガチで本業やってる方、来てください。本業ではなく、副業ですけど。いや、もう副業でもプロですよ。ね、それでやってたら、飯食ってたらプロですよ。ガチっぽくないですか。何かお持ちですね。これで測ってきて、さっき B 賞当てました。え、B 賞当てた？一発で B 賞。薄っ。ガチ。強くないっすか、それ。じゃあ、今から、なんか、どうやって占うんですか。僕占うんですか、それとも、今出るよっていうか。タイミング。今の方がいいのか、それとも少し後の方がいいのか。今がいいか、後がいいか。ぜひ。ダウジングみたいな。ダウジング？こっち向けに入れたら、はい。こっちから、ノーで。なんかサバゲー動画ではなくなってきましたね。今の方がいいのか。今の方がいいですけど、場所どうしよう。場所上の方がいいのか、奥の方がいいのか、下の方がいいのか、隅とか。どういうことですか。あ、拾うところとか。ああ、そうです。引くところ。あ、じゃあ引く奥か、手前か。さっきは、それやってなくて当てたけど、今は。でも今、10万を持ちって言ったから、はい、可能性は高い。それは10万だったら、それはパワープレイできますからね。天井は確か40万なんで、4分の1は引けるんで、あれです。上と。10万僕突っ込む気はないですよ。上と下、どっちがいい。上の方。上の方がいいで、上側がいいで、あとは、右と左どっちがいい。上の右側。上の右側出ました。上の右側で、何勝が欲しいんでしたっけ。え、それで何勝でもいいです。取ります、取ります。何勝がいい。え、そんなできるんですか。それで、はい、じゃあ何勝が当てるか。でも B 賞が多分一番入ってるだろうから、ちょっと安牌なところで B 賞行きたいですけどね。怖いな、上の右側か。怖いな。そう、テンションの方が来るね。 B 賞が来るかもしれない。じゃあ、はい、5回、とりあえず、はい、いきます。はい、じゃあ上の右側ね。
はい、ということで、まあ、ここでちょっと動画の途中で申し訳ないんですが、告知と皆さんにプレゼント企画がありまして、ですね、4月2日に私がいつも言ってるあの、パトリオット2ってあるじゃないですか、埼玉のサバゲーフィールドなんですけど、あそこがですね、なんと物販エリアが拡張するらしくて、なんかま、それのイベントで私がなんか4月2日にゲストとして呼ばれてるんですよ。で、それついでになんかま、僕が今まで使ってきたエアガンだとか、ね、物とかグッズとかあるじゃないですか、そういったものをちょっと4月2日に、まあ、イベントとして皆さんに物販として売らせていただこうかなと思っておりますので、ぜひね、お近くにお住まいの方はこれに来てください。で、それついでちょっとプレゼント企画もありまして、はい、こちら。でまあ、多分プレゼント企画で渡しても問題ない、ポケットショットガンってことで、こちらスパイガンですね。まあ、ハンドガンタイプとショットガンタイプありますが、それのショットガンタイプを今回ね、10丁以上、取り寄せて今おりますので、まあ、ぜひね、まあ、これからさばき始めようかなって方も、これで頑張ればヒット取れますし、まあ、大人の方もね、カスタムいっぱいできますから、これで、原型ブレーカーとか作っていただいてって形で、こちらをね、まあ、対象年齢関係なく皆さんにプレゼントしようかなと思います。で、応募方法の方がこちらです。はい。まず、Twitter のフォローと YouTube のこのチャンネルですね、チャンネル登録してください。で、このコメント欄に、Twitter の ID だとか書いていただいて、応募しますと。欲しいですと書いてください。そしたら、そっから私が Twitter に飛ぶなり、YouTube のダイレクトメッセージとかいろいろと機能あるから、何かしらで、抽選者の元に行きます。で、当選おめでとうと。で、住所送ってくださいって聞いて、私が事務所の方から、これからね、商品届くようにしますので、ぜひぜひ皆さん、応募してください。ちなみに希望があればですね、こういった形で、いつも私が書いてるサインですね。はい、こちら、こういう形でね、書かせていただきますので、欲しい方はぜひぜひ、書いてください。ということで、告知でした。では、引き続き本編どうぞ。はい、じゃあ、上の右側ね。上の右側。上の右側、なるべく崩さないように、1枚、2枚、あ、3枚か。3枚、これも運命かもしれません。4枚、5枚。はい、ということで、5枚引きました。6枚ドル。じゃあ、プラス払っとくんで。そういう系です。そういう系でね。これも運命、これ、戻した方があれかもしれないんで。じゃあ、引きますね。はい。これ当たった方がすごいな。C。幸、はい、先いいっすね。C。C。幸先。最低は来てないよ。これは D 賞。D 賞。D 賞。なるほど。白紙が出たけど D 賞です。C 賞。C 賞。C 賞。残り一つ。残り一つ。こういう時に、来る !D 賞。あ、D 賞。大丈夫です、大丈夫です。まだ、上斜め、いっぱいあるんで。慌てる時。慌てる時ではない。全部。全部。5回。さあ、今2万2000。上、右。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。本当に、本当に。これで来てくれたらな。結構午前中だけで出ましたからね、 B も。 A 賞も出たんでしたっけ。 A 賞1の B が5です。 C めっちゃ C。 C すごいですね。いやまあ弾とねガスはいくらあっても足んないんで、ね、C、まあ、これは全然ありがたいんですけどね。やはり肝心の A と B どちらかが D。 いや D3 枚しか出てないんですよ、うん、C 率高いですね。 C が多いですね。ねえほい D。 D占いさん、占いさん、出ないかもしれない。出ないかそんな無責任な。バカ、占いってそんなもんですからね。あくまで後押しをするためのもんですからね、占いは。カリン引いてくれるってことか。カリン引いていいんですか。いいよ。じゃあ、いいの。いいんだったらいいよ。5回分、君に預けるよ。どうなる。これ出たら土下座してるのか。下の方の左。さっきと逆の方向に来ました。じゃあ、これで5回分お願いします。さっき一発で B 当てたから、実力あるはずなんですよ。失敗そうに見るジャンナさんが。これ当たった時ちょっと複雑やな。そうですね。ね、これ俺がもらっていいのかなって。まあ、お金出したの俺だからもらっていいけど、ちょっと複雑だなってなるね。ジャンナさんが運がないみたいになっちゃう。いやー、どうなんだろう。一発目行ったんですよ、僕。ニューガンダム逆襲のシャア撃ったんですけど、12ねぐらい回して、キン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 つって。そう、おっしゃってましたね、はい、最高の出だしでしたね、今年は。ね。はい。あ、すごい、結構時間かかりましたね。はい、もう結果はここでありますから、僕が引いても変わらんやろうってことで。いきます !D。D。はい。D。D。うん、D。あれそういう感じ。ポーカーマジポーカーポーカー ?C。C。頼むよ !D。フォーカード D のフォーカード D は大丈夫です。おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピー。エルさん、ありがとう。タペイさん、もう僕の力に頑張って。だってありがとうございました。ありがとうございました。けど当てたんだね、 B 一発で。そう、 B はね、実力が確かなんで、
さあ、運も時のあれあれですよね。確率は上がりました。はい。じゃあ、行きます。はい。よし。いや、つか結構あるなぁ。他の人引いて頼むから。よし。OK。緊張の1枚。D。D、俺これ持って帰るのかね。いや、さ、必要やけどね、ポーチは。まあ、そうだね、ポーチとかあったんですよね。うん、でも顔とか、フェイスマスクあるからね。あ、そうですね。いいですね、あると。D。2枚目 D。C。ゆきた。やばいなぁ。正月、ちょっと。D。あれ、急に運落ち出したな。さっき C 連発してたんやけどな。そうですね。あれが俺の前席 C。はい、やばいなぁ。まあ、でも、確率上がってますよ。よー、B、あんだけ出とったね。そうですね。横でね、5000円いっぱい出とったの。運がないんかなぁ。何が見えますか？ね、何が見えました？カレさんに帰りましょう。え、私ですか？はい。え、カレさんも、あれかもしれない。いや、私、くじ運ないんですよ。私、くじ運ないから。はい。カレさん、帰ります。はい、え、ちょっと、先に持ってない。先に、大丈夫ですよ。いや、いいっす。やっててください。頼むよー。B でもいい、カレさん。B でもいい、カレさん。はい。大丈夫ですか？すみません。はい。はい。何も書いてないです。D。D ですか？はい。大丈夫ですよ、彼さん。あと4枚あるんで。4枚ね。はい。今日それ1枚2000円なんで。ええあ、C です。C。はい。上がってきたよ。こっから B、A、特徴。そうですね。はい。B、A、特徴。あ、C、C。D です。D。D です。まあ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 。すいません。はい、大丈夫ですよ。カレさんがね、バチコン。D。D ですね。そう。なんか自分の人生を表してる。いやいや、そんなことないでしょ。何でそんなヒゲするんですか。大丈夫ですよ。じゃあ、行きます。これで。あ、D だ。最悪だ。何でだ。申し訳ありません。申し訳ありません。ダメだ。やっぱジャムさんだけダメだ、やっぱ。僕ね、あの、新年一発目にあの、ソードカトラス2丁買ったんですよ。で、その前クリスマスプレゼントとしてウィンチェスター買ったんで、S&T の、うん、10はいかないにしろ結構サバゲーで使ってるからもう使いたくないんですよ。けど兄からね、帰ってきたから、これもなんかのね、巡り合わせかな、巡り合わせだから、もしも当たらなくても、あの他に後から引く方の確率は上がりますから。確かに人柱になるとか、ね、人柱になるということで、悪いお金の呼吸で、あ、お金がなくなっている、お金の呼吸で、まあお金の呼吸で、いや上でダメだ、ちょっと他にちょっと混ぜて、いやこんなあるのか。ほっ、5枚ジャストミート、よし、あ、ほんとだ、すごい、え、7枚じゃこれ、おいしさ、はい、あ、戻したやつが特徴かもしれない、いきます。完全自腹ですからね。そうですよ。よくね、あの YouTube のコメントで後でお金返してもらってるやろとかよくやるんですけど、そんなことないですからね。D ですからね。でも僕の自腹ですからね。はい。何本使って、5万、5万目5万あったら、だってそっちでいいの。いやけど、こんだけ僕が引いたってことはね。そうですね。C。C。休憩しよっかな。このみんなに、やっぱね。聞いていただいたときに。C。一回休憩します。あの、一回皆さん、ね、やっぱ、こんだけ引いたから、200枚あるんですよ。確か。ね。200枚ですね。200枚あって、僕が30枚。26枚。26枚引いて、で、他の方も引いたから、あと150枚ぐらいの中に、いっぱいあるってことですから。やっぱ僕が独占しててもちょっとあれなんで。ね、そうですね。ぜひぜひ、来たい方いたらどうぞ。はあ、疲れた。精神的にいかないですか。精神的に疲れるね、これ。来るものあるね。メキメーカー行こう。おめでとう、おめでとう、おめでとう。右メンタルブレイクされそうだね、俺。ちょっと待って。いや、まあまあまあ、あの、ガスとかがいっぱいあるから、サバギーバーとしてはね、いくらでも。一杯で使い切れないぐらいある、うん。そう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 。早くみんな、使い切ってくれ。早く行け。確率上げろ。回転、回転。やばいな。いや、なんか、あれっす。いや、まあ、ガチャはこんなもんって分かってたんで。いいんすよ。でも、なんでこんな綺麗に、ジャムさんの 3B になるんだ。